ヘールトヘン、トット・シント・ヤンスは、初期フランドル派の画家。神聖ローマ帝国領の北部ネーデルラントの出身で、諸外国では他に、ヘールトヘン・ファン・ハールレム・ジールトガン、バン・ハールレムなど、様々に呼ばれることがある。トット・シント・ヤンスが生きていた、当時の記録は残っておらず、最初に名前が出てくるのは、後世の画家、美術史書かれるバン・マンデルが1604年に執筆した。 画家列伝である。バンマンデルの著作、画家列伝では、トット・シント・ヤンスは、北部ネーデルラントで最初に油彩を用いた画家の一人、アルベルト・ファン・アウアーテルの弟子ではないかとされている。どちらの画家もハール・レム在住だった。シント・ヤンスは、西洋羽騎士団の平ら収ではなかったかと考えられており、騎士団のために祭壇画を描いた記録が残っている。画家列伝では、 トット・シント・ヤンスは、騎士団には直接参加していないが、その通名である、シント・ヤンス・シント・ジャンズは、騎士団の名前の、聖ヨハネ・サン・ヨハネスにちなんで名付けられたとしている。バン・マンデルは、シント・ヤンスが、ハールレム出身だとしているが、現在では、当時ブルゴーニュ公国の一部で後に、ハプスブルク家の神聖ローマ帝国領となる、ネーデルラントのライデン4 6 5年頃、 生まれたと考えられている。シントヤンスがライデン出身であるという根拠は、版画家、ヤーコプ・マータム・イエヌ・ジェイコブ・マシムのトット・シントヤンスの作品をコピーした17世紀の版画に、ライデンのヘラルデス・ジャーハードス・バン・ライデネスとして、トット・シントヤンスについて言及しているためで、この言及に対する理論は、当時の記録には見つかっていない。この版画は、 トット・シント・ヤンスが1484年頃に描いた、現在ベルリンの絵画館所像のキリストの哀悼を元にして制作されたもので、左下隅に、カム・プリバル・サシー・エム・ジャーハードス・ライデネス・ピクター・ド・エス・ヤバ・プット・ハーラ・マイ・ピンク・シットとあり、これは、トット・シント・ヤンスが、ライデン出身の画家で、ハール・レムの先例者、ヨハネ修道院にいたということを意味している。右隅には、 テオドルスマシムスカルプセット、IC マシムイクスコードとあり、息子のテオが絵画から模写し、父ヤーコブが木版にしたという意味である。この木版画は1620年にハールレムで制作されたものなので、この木版画の元となった絵画が当時ハールレムに存在していたということになる。バンマンデルの著作によれば、キリストの哀悼はもともとハールレムの先霊者。 ヨハネ修道院にあった三連祭版画の右翼内側に描かれていたもので、宗教改革の後に2枚に切断された作品である。切断された絵画は現在どちらも非常にもろくなっており、それぞれ別の美術館に所蔵されている。荒野の先例者、ヨハネ・トット・シント・ヤンスは1495年頃に28歳くらいでハールレムで死去し、 西洋羽ネ騎士団の管区域に埋葬された。現代の研究者たちは、バンマンデルの画家列伝の記述などから、トットシントヤンスの正確な没年月日を明らかにしようとしてきたが、未だに正確な没年月日は判明していない。現在のハールレムは、アムステルダム郊外の完成な都市だが、14世紀には、ホラントの主要都市だった。ドルトリヒトに次いで2番目の都市であり、デルフト、 ライデン、アムステルダム、ロッテルダムなどよりも流星していた。1429年には市内を流れるスパールネ、川などの通行税徴収権も獲得し、中世の終わり頃のハールレムは、繊維産業、造船業、ビール醸造業などの産業で繁栄していた大きな都市だった。バンマンデルはその著書に、ルネサンス期のドイツ人芸術家、アルブレヒト・デューラーが、 トット・シント・ヤンスのことを生まれながらの画家と評したと記述している。しかしながらデューラーがネーデルラントを旅した時の日誌にはトット・シント・ヤンスについて触れておらず、これはバン・マンデルが尊敬していたハールレム出身の同僚を喜ばせるための誇張だったと考えられている。夜のキリスト生誕1490年頃、ナショナルギャラリーバン・マンデルはトット・シント・ヤンスの作品について、 西洋羽根騎士団に飾られていた三連祭壇画の一、よくしか残っていないと記述している。マンデルが記述した祭壇画のうち残り二枚は1600年に切断されており、現在その切断された二枚の断片で、洗礼者、ヨハネの遺物、キリストの哀悼のみがウィーンに所蔵されている。切断された残りの絵画は80年戦争で、ハールレムが攻撃された時に失われてしまった。 当時の他の初期フランドル派の画家たち、同様、トット・シント・ヤンスも多くのパネルに様々な顔料を完成油で溶いた油絵具で描いている。この油彩の技法が顔料を幾層にも塗り重ねて様々な質感を表現することを可能にした。新約聖書から題材を取った絵画が多く、中には宗教改革のために破棄された絵画もある。現在20枚ほどの絵画が、 トッド・シンとヤンスの作品とみなされており、現存していない、オリジナルの作品の模写も存在する。判明している、海外外では、トッド・シンとヤンスの作品ではないかと言われているものは12枚から16枚、程度存在するが、様々な学者、研究者の意見があり、確定はしていない。トッド・シンとヤンスの作品は、アムステルダム国立美術館、絵画館、ナショナルギャラリー、 美術史美術館に所蔵されている。三重の降臨に囲まれる聖母マリアと幼児キリストを描いた聖母マリアの栄光という作品には多数の楽器が共に描かれており、ネーデルラントで楽器を描いた最も古い絵画となっている。幼児キリストは一組の鈴を持ち、降臨の外で同じく鈴を鳴らす天使と競争しているかのように描かれている。ありがとうございます。